中国の漢師傅、練り焼きパイコーメン。揚げ麺にペースト状スープ、粉末スープ、かゆくがついてます。今回は丼お湯で3分で制作しました。麺は気泡感があり質感が軽いですが微妙な粘り気もあります。スープは大陸よりも台湾をイメージさせる香りがあり、辛くはない豚スープ、重い味です。醤油成分は薄いで、キャベツや人参が入ってます。